皆さんどうもこんにちは。バレンタインデーってとっくに過ぎていたんですね。曜日と日にちの感覚がない、うぷ主のミーです。このゆったりとした音楽の似合ういい女、霊夢ちゃんです。こらー、そこ寝るな。は。どうもゆったりとした音楽を聴くと眠たくなってしまいます。スペシャルゲストの陽夢です。自分でスペシャルとか言っちゃうのかよ。バレンタインは過ぎてしまいましたが、ダムウェイズプー第2バレンタインの新ステージが追加されたので、今回は新ステージで遊んでみたいと思います。何やら少し前からマイキャラが作成できるようになっていたみたいね。マイキャラ。真ん中で体を揺らしてるヒゲモジャのおっさんですよ。今はヒゲモジャのおっさんだけど色々とカスタマイズできるみたいなのよ。じゃあマイキャラの作成も最後にやってみようか。それじゃあ早速遊んでいこうぜ。危ない危ない。海に飛び込むつもりでしょうか。着地成功。なんだ落ちないのね。落ちて欲しかったのかよ。シャンパンタワーシャンパンタワー。落ちないように気をつけて。何も触らなきゃ大丈夫よ。ハッピーニューイヤー。今更かよ。その調子。こいつ喋るんですね。宝探しゲームね。私こういうの大の得意なのよ。うんうん。なるほど。答えは真ん中。左だよ。視力が落ちたのかしら。そういう問題じゃねえ。ハートを書けばいいんだね。こんなの余裕ですよ。これずれても大丈夫なのかしら。平気です平気です。僕の愛をいつもつけてるあの子に渡そう。おまわりさんこいつストーカーです。いい感じ、次もよろしく。あ、サンタさんが詰まってる。今助けるわ。いやー、落ちる落ちる。あ、助かりましたね。じゃあ、挟まったまま何年も経過して骨になってる。こうしてないとねアホニャララクリスマスになりました。めでたしめでたし。まったくめでたくねえ。いけー。ふ、来ました。ナイス、俺。お前ら何もやってねえじゃねえか。おーおー、ザ、バレンタインって感じね。手作りチョコの箱詰めですね。渡す相手は。まずい。あいつら毎回出てくるな。ドライブドライブ。いいねー、どこに行くんだろう。あ、止まった方がいいぜ。え、なんだって。こういうアトラクションなんでしょうか。うわぁ、まっさかさまじゃねえか。あ、煙がハートみたい。ロマンチックで大成功ね。大失敗だよ。さあ、お次はどんなステージでしょう。あ、ストーカーのステージね。うっふ、受け取ってくれるかな。受け取ってくれなくてもポストに投函しておこう。一件落着。この音はもしや。わざわざ私のためにありがとう。お前のためじゃねえ。あ。こらー、お前ら何すっとぼけてんだ。え、何のこと、何も見てないです。あー、ここでゲームオーバーよ。なかなか惜しかったよね。何が惜しかったんだよ。霊夢さん、私の実力を見ててください。いいわ、しっかり見させてもらうわよ。これだ。大正解。ふっふっふ、見えないものは何もないです。くぅ、ヨウム、なかなかやるわね。私だって、とやー。腐らないものは何もないわ。あれ、私は一体何を。これってどうやったらクリアになるんだろう。サンタを力ずくで押し込めばいいんじゃないですか。いや、絶対違うと思う。とべー。あ、ミスった。ってこれでいいの。随分と甘い判定だったぜ。さあチョコを箱に詰めるわよ。チョコが2個しか入ってなかったらこいつ食べたなって思いますよね。丸飲みの蛇だから許されるんだね。今度は気をつけろよ。このままこのまま。もうちょっと。誕生日おめでとう。ありがとう。いやお前じゃねえよ俺だよ。こういう間違いあるよね。ねえよ。今度はストーカーの思い通りにはさせませんよ。あらこれ私に、嬉しいわ。さっきのやつじゃねえか。下の歯にほんのすけ最強だね。これからも彼にお願いしましょう。よし、今度こそ崖から落ちないようにするわ。こういうのを乗り越えると愛が深まるのよね。深まるも何も消滅したわ。次でおっさんが最後だから頑張ろう。気をつけてくださいね。はいはい。はいはい。手遅れだよ。今度こそこのサンタをどうにかします。こらー。この宝箱当てゲーム、わざとミスってみよう。一体どんな演出が見れるのかしら。覆面のやつが出てくるのは間違いないぜ。ラーメン。なるほど、ラーメンギリでしたか。なんだよラーメンギリって。これもわざと外して演出を見てみよう。なんともないよ。今日の晩飯。クラーケンだぜ。そもそもこんなハートなんか作らなきゃいいのよ。確かにそうですよね。顔でも書いておこう。あらこっちの方がいいじゃない。これで一体どうなるんだ。やばい、急がないとあの子に渡せない。急がない方がいいね。あと悪いことはしないことよ。なんだこの白いの。一
体この丸は何なんでしょうか。ん？雪みたいだけど。わかった。点線のサイズまで雪玉を大きくするんだ。雪だるま怖え。よし、これで最後だ。やったわ、出られた。光ったら押せばよかったんだな。お、今度はチョコの数が多い。どれがどれかしら。急げ急げ。ああ、ダメだった。いつもこうなる。それじゃあ最後にマイキャラを作ってみましょう。コインを使って体格からアクセサリーまで幅広く変えられるよ。おお、本当にオリジナルのキャラクターが作れますね。ちょっとマリサニのキャラを作ってみるわ。え？凶悪そうな感じがそっくりですね。なんだって。次はこの私にそっくりなプリティで可愛いキャラを作るわよ。確かに可愛いけど霊夢には。似てねえな。はい霊夢ちゃんを買い上げ。何勝手に買ってんだよ。でもヒゲモジャのおっさんよりかは見栄えが良くなりましたね。この子はダム子と命名しよう。ちょ、霊夢ちゃんに号じゃないの。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。季節ごとに新ステージが追加されるのは嬉しいぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。